はい、こんにちは、大島です。それでは、これからですね、YouTube 編をご案内していきます。まずはじめにですね、YouTube の概要というか、全体像をお話ししたいと思います。で、一体どういうふうにね、YouTube を使っていくかということで、先に全体像を使ってほしいので、こちらで、お話ししていきますが、はい、まずですね、YouTube というのは、一つ YouTube ですね、YouTube、一般的に皆さんが連想するのが動画ですよね。当然動画っていうのはあるんですけども、はい、当然動画ですね。こういった皆さんがよくね、ご存知の、こういうふうな動画があると思うんですが、この動画を単体でまず見るという分で、検索エンジンにこの動画を上げていくというのが一番の、メインの、活動になってきます、 YouTube のね。で、例えばこれが動画1で、動画2、動画3と、作った時に、SEO、 要はね、検索エンジン、検索エンジンの、上位に、持っていく方法っていうのを、施していくんですけども、それに関しては、後半の、SEO 編の方でお話ししていきますが、まずは、最初に考え方ですね。で、実際に YouTube っていうのは、この単品の動画たちが、検索エンジンの、1位とか2位とか、そういうふうに上げることができるんですね。で、実際に私のクライアントさんも、3日で1位になったりとか、2日で2位になったりとかね、本当に驚くほど YouTube っていうのは、SEO 上がるのが非常に早いので、皆さんもしっかりとね、ちゃんと SEO やってちゃんと動画作っていくと、検索エンジンの上位に、検索エンジンですね、こういう風になりますけども、いろんなサイトが出てきますけど、ここに、自分がね、動画として食い込むんだということです。例えば東京だったら、東京渋谷エステサロンで、東京渋谷エステサロンで、検索かけた時に、ここに出てくるとかね、そういう風にしていくわけですね。で、動画っていうのはそれだけではなくてですね、この単体でもこれ1個ずつ、例えば、東京エステとかね、いろいろといろんな SEO でかけていけるんですけども、この単体の動画の力ですね、単体の動画の力プラスアルファ、プラスアルファで、今お持ちのホームページだったり、あとは、アメブロで、ですね、作ったアメブロとか、作ったアメブロに必ずこう、貼ってほしいんですね、ホームページとかアメブロに必ず動画をね。そうすると、このページ自体の、反応率、っていうのも、今 20% 上がるというふうに、言われていて、データが出てるんですね。要はいつも見ていて全然集客できなかったけど、いつもやっている方法で全然集客できなかったけど、動画を貼ることによってね、集客できるようになったと、そういうようなイメージです。なので、全部ね、動画を、ブログとかホームページで貼る必要ないですけども、これから話しますけども、その動画の今、作っていくのって2種類あって、自分の宣伝する動画、あとはその宣伝しない動画っていうのがあるんですけども、それの宣伝する動画の方をぜひこのホームページとかね、ブログに貼っていただきたいということです。なので動画を作ると、検索エンジンに上位を上がったりとかして、そもそも見つけてもらえる、そもそも検索エンジンから見つけてもらえるっていうのと、プラスアルファで、ブランディングとかね、そういうのにも使えるということをまず最初に、理解していただきたいなということです。で、この検索エンジンっていうね、概念がわからない方もいらっしゃると思いますけども、要はこの動画を作ったら、ここに出てくるということです。これが一番すごい、これが一番すごいことです。ただ動画単品でもね、伝えることに対してすごくいいでしょうし、今みたいにホームページが、あるのであれば、例えば店内の様子という動画、次は、商品サービスを説明する動画、あとはお客様の声の動画とかね、いろんな動画を作っていけるんですけども、各それぞれホームページに作るように、動画を作っていったとしてもね、ホームページに、
上げていく、ホームページに載せていくように動画を作ったとしても、その動画自体にも SEO をかけられるので、その動画だ単体でここに表示されたりすることが可能になります。はい、なので本当にね、教育、要は教育にも使えるし、新規の集客にも使えるし、まあ、検索エンジン対策にも全然できると。単体でも集客できると。素晴らしいね、動画の威力というのがありますので、まあ、ぜひね、このことをしっかりと意識して取り組んでほしいなと思います。はい。それでは、第1個目のね、動画は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。